どうも、なおちんです。さあ、今日もメガトン級武蔵やっていきます。11月11日に発売なんですけども、レベル5様よりプレイコードをいただき先行プレイしています。さあ、それでは行きましょう。難易度を選べるようになりました。今までノーマルしかなかったんだけども、エキスパートもねできるようになったんだよね。ということで、エキスパートでやっていきましょう。で、このゲーム重要なのは属性ですね。属性、何にも考えずにいくと敵が強すぎてダメージ与えれないっていうことがあるんだよね。やっぱ属性を合わせていくことで全然ね簡単になるので、属性しっかりと見ていきましょう。出撃だ。では行きましょう。この属性がね、ちょっとあんまり持ってなかったんだよね。なんでちょっといまいちの武器かもしれない。ちょっと待って待ってちょっと待って。ね、これ時間があるんだ。時間ありか。ちょっと待てよ。こいつは斬撃に弱いんで、斬撃で攻撃。あの HP の横にマークが出てるでしょ。あれがね、弱点属性なんだね。なんで、あれで攻撃していくと、高ダメージが狙えるっていうのだね。結構属性いっぱいあるもんね。何種類ぐらいある ?20 種類ぐらいあるのかな。とにかく、属性っていうのはめちゃくちゃ重要。最初のうちはね、別に考えなくてもいいんだけど、エキスパートの難易度になってくると、さすがに、考えていかないとボコボコにされるんで。おお、箱よっしゃ、箱待ってましたよ。箱はもうとにかく手数で攻めた方がいいね。よし、 OK。 でもノーマルの箱だったね。ノーマルの箱なんでこんなに期待はできません。じゃあまだか。あ、まだどんどん出るね。あ、こいつ硬いやつがいる。めちゃくちゃ硬いのね、あれ。で、しかも超広範囲攻撃をしてくるっていう嫌なやつ。あいつはちょっと注意していこう。でもあいつ用に属性のやつがねあるはずなのね。あった、持ってきてる。あいつはこれか、これだ。重い武器が、おお、めちゃくちゃ効く。溜め攻撃したら相当いくんじゃない。あ、嘘どこ攻撃してんのよ。じゃあ、おーし、倒すのは気持ちいいぜ。いやー、あいつ初めて会った時にめちゃくちゃ硬かったのよ。多分ね、斬撃で普通に攻撃してたからそうだったんだろうけどね。属性を合わせればなんてことない。メガトンパンチ、で、技もねしっかり使っていかないとゲージがめちゃくちゃもったいないんで、技はしっかりと消費させていく。まあ、使いすぎてもダメなんですね。使いすぎてもいざっていう時に使えなくなるんで、それはダメなんだけども、まあ状況を見てしっかりと判断していかなきゃね。何が来る？うーしそう。あー、待って、箱いるじゃん。オッケー。箱は、うわ、逃げるな。よし、あぶね。倒した。あ、倒したね。オッケー。ちょっと逃げさせて。怖え、あいつ。すごい、逃げろ。あとあのでかいの、あ、違う、ちっちゃいのもいる。じゃあちっちゃいのどこだ。あとスコーピオンいる。あー、待て。おお、こいつ速いから嫌い。タイプ、ちょっと待って、まずお前倒す。で、メガトン、あぶね、止め。よっしゃ。で、こっちの方もいるか。ちょっと待ってよ。
得意属性に変えて、いくぞ。あ、ガードしてるけど、ガードの上から一発。じゃあ行きましょう。やばい、時間が残り9分。結構ギリギリか。あ、いや、もう、最後のところまで来てるね。誰だ、お前か。本融合体が、これ結構きついぞ。周りから、どんどん落としていきましょう。いや、1体しかいない。あ、1体か。1体なら全然問題ない。あー、なかなか攻撃できんな。うん、じゃあ、お、まあまあまあ、減らせる減らせる。いける。じゃあ、え、ちょっと待って、クリティカル入れて、どうだ。よし、うんうんうん、まあまあ、おっぶね、それなりにダメージは与えていけてるね。もうほんとね、これ斬撃とかでいくとこんなんじゃないから。ほんとに数百しかダメージ与えれないからね。こいつむちゃくちゃ辛いから。待って、そろそろ必殺技打っとけ。よし、ポーズ、ポーズ入った。入ってないね。ポーズ入れば攻撃力がだいぶマシになるんだけどね。よし、オッケー。食べ切りで、どうだ。何、あ、正面にバリアした。イエイ、いっしゃ。やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。食らえばほぼ即死で死ぬんで要注意。デフュージョンブラスター、デフュージョンブラスター、全然効かん。悲しいぐらいに効かんね。やっぱ、うわっと、あー、ぶね。思いっきり食らったけど、ちょっと覚悟使っていこう。覚悟使って、よし、オッケー。あぶねー。いけるか。いやー、必殺技も属性合わせてくれなかった。じゃあ、パワーファクター入れてくれよかったね。終わりだー。切った、もう出てこ、もう出てこないかな。何度来ようが帰り討ちにしてやるよ。どうよ。ああ、時間が止まった。終わりだね。終わりです。はい、ということで今日はエキスパートミッションクリアしてみました。属性が本当に重要になるので、まあ最初のうちはいいですよ。最初のうちはいい。後々になってエキスパートをやるようになったら属性は絶対選んでいった方がいいです。まあ、これ基本なんだろうけどね。絶対やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。